ティレル019は、ティレルが1990年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ハーベイ・ポスルスウェイトを責任者として設計された。1990年代以後フォーミュラカーの定番デザインとなった現代型のハイノーズを最初に採用したマシンである。レ1 9は1989年シーズンに使用した8の後継モデルであり、 基礎的なコンセプトとメカニズムは018から継承されたものである。フロントサスペンションは、モノショックとプッシュロッドを組み合わせたティレル独自の構造で、モノショックのダンパーに電動アクチュエーターを取り付け、走行中に 1mm 単位でフロントの車高を調節することができた。エンジンも前年と同じく、ハートチューンの DFR を継続して使用した。タイヤメーカーは、 グッドイヤーからピレリへ変更した。最大の変化は、車体前半部分に見られる、ハイノーズと呼ばれる斬新な空力デザインであった。ティレルはノーズを髪型に持ち上げ、モノコックの下側に空間を作ることで、車体の底へ気流を流し込み、路面との間でより多くのダウンホースを発生させる、ことを狙った。宙に浮いた格好のノーズは、イルカの頭部に似ていることから、 ドルフィンノーズと呼ばれた。この状態ではフロントタイヤの後端からリアタイヤの前端までの部分は車体下面を平滑な面にしなければならないとされるフラットボトム規定に抵触してしまうが019ではアンダーパネルをフロントタイヤの後端の位置まで突き出すことで規定をクリアしていた。またフロントウィングはそれよりも髪型にあるノーズコーンに取り付けるために 根本付近が斜めに湾曲しており、アンヘドラルーイングと呼ばれた。あるいは、かつてのアメリカの戦闘機、F4U コルセアのような逆がる翼形状であった、ことから、コルセアウィングとも呼ばれた。これらの設計は、エアロダイナミストのジャンクロード未常のアイデアである。フロントセクションを持ち上げる設計は、翌年以降、多くのチームのマシンにも採用された。 ジョーダン191のような019と似た形状のものだけでなく、ベネトン B191 のように、フロントウイングの左右をつなぎ、ノーズから2本のピーラーで吊り下げるような形状のものも登場した。019のデビューは1990年の第3戦サンマリの GP だった。このレースには3台の019が持ち込まれ、ジャン・アレジが6位に入賞し1ポイントを獲得したが、 中島悟は、スタート直後に、イヴァン・カペリと接触事故を起こし、マシンが大破した。アレジは続く、モナコ GP で2位に入ったが、以後のレースではポイントを獲得することができなかった。018で2位に入った、アメリカ GP と合わせ、13ポイントを獲得し、ドライバーズランキング9位になった。中島は、イタリア GP と日本 GP で6位に入り、 018で6位に入ったアメリカ GP の成績と合わせ3ポイントを獲得し、ランキング15位となった。コンストラクターズランキングは16ポイントで5位となり、市販エンジンを使用するチームとしては、前年に続き、最上位となった。7ポイントをティレル018が獲得した。1990ティレル019コスワース、イメージズ、スペシフィケーションズインフォメーション。 ulti matecarpage.com2010 年8月23日閲覧 statsf1-019statsf1.com2010 年8月23日閲覧 abcf1 の歴史をガラリと書いた 奇抜なアイデアティレル h q ハイノーズ誕生日は MORTORSPORT.com2020 年3月初発通常のツインショック式では左右のタイヤを個別のコイルダンパーユニットで制御するがモノショックでは単体のユニットにリンクすることで車体の横方向への傾きを抑制する ABCGP カーストーリーボリューム4ティレル h q フォード41ページ アンダーパネル全部の延長部分はシリープレートまたはティートレート呼ばれる GP カーストーリーボリューム4-019ホード39ページ GP カーストーリーボリューム4-019ホード29ページありがとうございます